宇宙世紀0079。地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。開戦当初、新型兵器モビルスーツを持つジオン軍に地球連邦軍は苦戦を強いられた。しかし開戦から11ヶ月、連邦軍もジムと呼ばれるモビルスーツの開発量産に成功。ここに至り、連邦軍は最終的な勝利をつかむために本格的なモビルスーツによる部隊を編成した。彼らの使命は、あらゆる状況下でのモビルスーツを使用した実戦データの収集であった。部隊のエースパイロット、ユー・カジマ。彼は作戦行動中に謎の青いモビルスーツと交戦することになった。全身を青く塗装されたその機体は、なぜか仲間であるはずのジムタイプであった。有無を言わさずに攻撃してくる青いマシンに必死に応戦するユーたちの部隊。激戦の末、敵を退けたユーだったが、青いマシンとユーの運命はそれで終わりではなかった。運命は再び青いマシンとユーを引き合わせるのだった。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日からこちらやっていきましょう。セガサターンソフトの機動戦士ガンダムガイデン2、青を受け継ぐものやっていきたいと思います。先日1作目の方終わりまして、今回はその2作目となっております。青き伝説再び、オリジナルゲームシリーズガンダムガイデンの第2弾ということになります。で、ガイデン1からのプレイデータを引き継げて書いてあって、勝手にまあ自動で気づいてくれるみたいですね。なんかクリアしたら基本的にはなんか内部の本体になんかセーブデータがちゃんと入るみたいなんで、まあ、それで問題ないと思いますね。一応書いてある文章はそんな感じになってました。まあ、あとはおなじみのキャラクターたちが出てくるってことで、まあ、新キャラももちろん出てくるってことになってますね。まあ、当然イフリート、カイも出てくるし、今回からブルーも出てくるということになってます。さあ楽しみだ。やっとようやく試薬機が乗れるということですね。さあ行きましょう。それではスタートです。青き運命。ジムパイロットの皆さんへ緊急任務です。ポイント47で極秘任務中のミディアがジオン偵察隊と接触、交戦状態となり、ミディアは敵の攻撃により被弾、付近に不時着した模様です。現在他の部隊も現場に向かっていますが、一番近い部隊は私たちの部隊です。味方の増援が到着するまでミディアを護衛してください。それから優勝員、あなたには皆さんとは別行動を取ってもらいます。ミディアの積み荷を回収調査するため特殊ヘリが現場へ向かいます。そのヘリを護衛してください。それでは作戦の成功をお祈りしております。なんだなんだ、優一人だけ特別扱いかよ。ミディアに積まれていたものは絶対にジオンに渡すことはできない。ユーと言ったか。君の噂は聞いているよ、エースパイロット。護衛の任務よろしく頼むぞ。はいよ。はい、というわけで今回護衛任務やっていきましょう。相変わらず BGM はないんだな。この辺は前と変わってないか。もうバンバン使っていこう。味方の2人はモビルスーツ相手してくれてるみたいだから、なんか進路上にいるやつ先にバンバン倒していこう。この辺はあんまり変わってないかな。操作性はほぼ変わってない感じだな。グラフィックゲーム結構良くなったような気がするな、前作に比べたら。特にあの作戦前のブリーフィングの場所が。さて、だいたいこれで倒したかな。ヘリの方到着ですね。仲間の部隊はまだかよ。敵来るかな。お、こっちからなんか来てんな。あー、来た来た。前作に比べて動きはどうだい。射撃はしっかりするようになったのかな、こいつら。なんか前作は本当はちょっとやや棒立ち気味だったからね。
おーおー、棒出しどこじゃねえわ。お前しっかり攻撃してくるようになったな。さあこれで終わりかな。あと1体さあ発砲も入れて、おーおーおー、やるな。倒したか。さあ倒したけどイベントが進まんな。向こうの味方助けに行かなきゃいけないのか。さあ、抜いたぜ。よし、で片付いたか。あれまだいる感じ。いるな。てかすげえのんびりやってたけど、もしかしたらこっちの護兵とっとと終わらせたらここ来なきゃいけなかったのかな。よし、片付いた。まだ来そうな動きだな。ちょっと待って、まだいるな。早くブルー乗りたいぜ。て、敵だ。まだ一機いるぞ。友軍は全滅か。ありがたい。これで姿を隠す必要もなくなった。青き市民よ、このニムバス・シュターゼンがエグザムの名のもとに葬ってやる。連邦の増強ともども。さあ来たな。この機体で相手できるかな。ちゃんと、おお、なんかいっぱい撃ってきてる。やっぱブルーと同じで速えな動きが。意外と射撃もしっかりしてくる。これは強そう。第1ステージからなかなかの動きのやつと戦わなきゃいけなくなった。結構回避宣伝しないと避けきれん。なんなんだお前は。ダメージでっか。よし、当たった当たった。無事か。あとは我々に任せろ。危なかった。全然相手にならんかった。さすがにこれ以上はイフリートの期待が持たん。連邦の青二歳が邪魔しよって。次に会う時が貴様とブルーの最後だ。なんだこのやつ。ブルーと似た動きをしていた。もしかしてやつ。はい、というわけでミッション終了。間違いなく悪いです。なかなかいい出をしている。本当に？なんか前作より甘いんじゃない？評価。てか、この機体であれと戦うのじゃやっぱきついよ。はい、というわけで評価 C でした。いやー、さすがに強いですね、イフリート界は。初遭遇という感じでしたけど。いやー、いい動きでした。避けても避けてもなんか、ものすごいのに打ってきましたね。まあ、続けて次のステージ行って今回終わりたいと思います。新たに U の部隊に派遣された技術士官アルフ・カムラ。彼はミディアから回収された青いジムブルーのメカニックだった。そしてブルーのパイロットには U が指名される。謎のシステムエグザムを搭載したブルー。この死神の中で U は何を見ることになるのか。その名はブルー。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。ミデアから回収したこいつはブルーディスティニー。俺はブルーと呼んでいる。あんたの腕を見込んでこいつを任せるぜ、ユー。こいつは俺にもよくわからんシステムエグザムを積んでいる。その分ジムとは比べられんほどの高性能だが、かなりのジャジャ馬でもある。しっかりと手綱を引き締めてくれ。ユー少尉、
私から砲作戦を説明いたします。現在フィリップ少尉とサマナ中尉は他の部隊とともにカリフォルニアベースに進行中です。その支援のため少尉は F エリアにあるジオン軍のミサイル基地を壊滅させてください。少尉も知っていると思いますが、このミサイル基地にたどり着くには強力な防御施設を突破しなくてはなりません。少尉にはその施設のモビルスーツを殲滅していただきます。また後続のミサイル基地攻略のための特殊工作隊ヘリを狙う対空砲を先行して破壊し、最後尾のヘリが通過するまで支援を行ってください。あなたとブルーでなくてはやり遂げられない任務です。頑張ってください。ユー、俺だ、アルフだ。ブルーの能力を引き出せればこんな作戦楽勝だ。この人もそう簡単に取りこなせるものではない。そいつの前のパイロットはシステムが暴走して死んじまった。そう、お前たちも望んでいなかった。はい、というわけでやっていきましょう。なんかセリフ言ってたけど、半分聞けたり聞けなかったりって感じかな。戦闘が忙しい。とりあえず護衛任務ってことになるんだろうけど、先行して敵叩けって言ったけど、敵の数多すぎないか。で、今回からハンドグレネードじゃなくてミサイルになってるってわけね。まあ、ドロップかな、これは。エクスペリメントかな。なんかちょっと形状が普通のズゴックと違うな。で、これが破壊しろってことだな。なるべく直線上のやつを壊しときゃいいんだろう。よし、こんな感じでいいのかな。あー、でもちょっと待って、あっち守らなきゃいけないやつがいるってことかな。これか、これを守れってことだよな。この周辺ぐらいちゃんと移動してた方がいいな。おお、物騒なもあると。あとはこれか、はい、これも壊していきましょう。 OK、素早く倒したい。ミサイルも使ってしっかり削る。結構敵倒していくけど、まだまだ終わんねえ感じか。いやー、敵の数多いな。倒しても倒しても出てくんだけど、どうなってんのこれ。もう護衛はしなくていいはずだから、もうあと敵倒すだけだと思って安心してたら、もうどん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 モビルスーツ出てくる。裏なんでもこれひどいな。もうミサイルもつきちゃったし。あら、格闘もやってもすぐ倒せねえな。そんなに過信してはいけないって感じかな、性能的には。敵の性能は良くなってるんだよな。明らかに動きも全然違うしね。もう倒れてよ。よし、やるなあ、ユウ。もうそいつを手足のように扱ってるじゃないか。よし、これからが本番だぞ。はい、それではミッションクリアです。評価の方は相変わらずというところで、まあ今作はね、本当に敵の動きが良かった。まあ作戦1に通してね、ただの雑魚敵のはずが、もう普通に戦闘ね、積極的だし動きもいいしということで、まあなかなか手こずる仕様になってました。で、ついにね、あのブルーディスに1号機も乗ることができまして、まあハンドグレネードからミサイルに変わったって感じで、まあそれ以外は特別強くなったって感じはあんまり感じなかったですね、体感的には。まあ性能は多分上がってるんだと思うんだけど、まあ敵がな、まあ本当に動きが良くなってたから、なおさらあんまり感じなかったって感じかな。で、フリーとカイも出てきたし、まあ次回はね、また対戦があるということで、ちょっと楽しみです。まあ今回は前編ということになりますんで、次回後編が最終回になります。次回は作戦また3、4、5とやって終わりたいと思います。
はい、というわけで、まあ、今回はここまでにします。次回は多分この動画の続きに関しては多分3日4日後ぐらいになるかな。ちょっと間に別のもの入ると思いますんで、はい、というわけで今回はここまで。皆さんまたよかったら別の動画でお会いしましょう。失礼します。